お元気ですか？谷村新司です、大阪フェスティバルホールでのダスティンガーも熱気の中で、無事に終えることができました、これで国立劇場2日間、そして大阪フェスティバルホールでのダスティンガー、無事に終了いたしました。本当に、来てくださった多くの皆さんに心から、感謝をしております。本当にありがとうございました。さあ、今日も気分も熱いまんま一緒にラジテレゆっくりと始めてまいりましょう。さて、今回のテーマは旅です。旅、もう本当にこの旅っていう言葉っていうのはもう自分の中で日常のようになってますけどもね、この50年間、谷村は歌を全国に届ける旅をずっと続けてきております。まあ言い換えれば旅が本当に日常になっているっていう、これはもう本当にありがたいことだなと思いますね。振り返ってみると、どうしてこの旅に、自分は惹かれ始めたのかっていうのは中学生の頃に遡っていきます。